丈夫かな。おはよう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 。ねえねえ、カナブン、もしかしてこいつと付き合ってんの？昨日と一緒だ。なんでやらせたのか。雪道みたいにゴミ箱に捨てるつもりはなかったの。まあ現実なんてそんなもんよ。来る本質なんて。つけあがらしちゃダメよ、五郎のバカ。分かってる。絶対ないですよ。分かってるって、私は大人だから。あ、そういえば大学生の感じ元気？うん、絶好調。なんだろよ。あ、カナブン、体操着は？あ、そうだ、忘れた。誰が忘れたんだろうな。もうちょい下の方がいいんだ。あ、はい。あ、そうだそう。うん、だいぶ楽になってきた。大丈夫だ、大丈夫だ。な、な、大丈夫だから。いいか、な、この世の中で一番美しい病気って何かわかるか。な。愛でしょ。この耳とし豆。え？体を求めていてもな、ずっとつけたのに。いかん、いかん、いかんよ。自然じゃないだろう。え？やっぱりここにいたんだね。ここら辺カルチャーセンターができるんだって。寂しいよね、自然が消えるのって。うん、時間がないよ。そういえばクー、初めてクーに会ったのもここだったよね。私は覚えてるよ。忘れるわけないよ、僕も。よかった。じゃあ一緒に帰ろうか。うん。
ずっと昔から君のこと好きだったよ。くー、私ね、これ前作によく聞くよ。うちのお父さんに、うん、それじゃ、うん、またね。はい、お父さんお茶。あ、どうもありがとう。何やってんの？うん、ちょっと写真の整理よな。またこんなもの引っ張り出してきたの？うん、お前の17年間を振り返ってみようと思ってな。あら、18年なのよ。分かってるって。ほら、はあ、母さんと一緒に選んだんだ。選んだのはお父さんよ。おめでとう。ありがとう。娘の誕生日を誰が忘れるもんか。開けていい？え、自分の部屋で開けろよ。 おい、わあ、お父さん。気に入らなかったら雪戸にでもあげろよ。こんなの欲しかったの。ありがとう。こんにちは。さあ玄関からどうぞ。お父さん。いえ、ここで。お父さん。あやこ。彩子、カナブ！何よ、トワライトさんだから。トイレに行ってくる。覚えててくれたんだ。うん、ありがとう。やっぱりクーだよね、こういうセンス。気に入ってくれると嬉しいけど。感激。じゃあ僕これで。
茶飲んでらして。いえ、用事がありますんで。じゃあ綾子、お見送りすれば。あ、そうだ、図書館行くんだった。行こう。あ、そうだ、ちょっと待ってて。これいいでしょ、これ。うん、お父さんにもらったんだ。あ、そう、プレゼント、かわいいね。ありがとう。お父さん結構見た目怖いね。おはよう、カナブン。おはよう、アヤコ。おっせえなあ。あ、これだ。ゴロちゃん。やっぱり時間が変。カナブン。それは少しでも緑を残すためにね。土を人工的に培養できる。どうしてそんなことしてるの？彩子ちゃん、さよならだ。え？僕はこの時代の人間じゃないんだよ。何言ってんの？本当は誰にも正体を明かしちゃいけないんだけど。こんな写真撮ったことないのに。クー、あなた一体何？西暦2079年、君は100歳になる。僕はその年に生まれた。嘘よ、毎日ずっと一緒にいたじゃない。卒業アルバムを見ればわかる。僕は映ってないはずだ。でも一緒にいたじゃない。すまない、君の僕との記憶は本当は椎名君とのものだったんだ。五郎ちゃんとの？僕は戻らないと。君との記憶も消せよ。みんなも明日から何もなかったようにまた元通りになる。ごめんごめん、お嬢ちゃん、この辺に菩提寺があるはずなんだけど、わかるかな？おじちゃん、菩提寺知らないの？うん。じゃあ、連れてってあげるよ。あれだよ。あ、ありがとう。じゃあ、お礼にこれをあげよう。わあ、綺麗。お守りだから、大切に持ってるんだよ。うん。
ありがとう。